さあ、ということで、第9章です。PM11 時13分です。帰ってきた現在は完全なる闇に包まれていた。何も見えず聞こえないが、空気は痛いほど研ぎ澄まされて、非常事態は進行中のようだ。それもそのはずだろう。電源のシャットダウンによって、すべての独房の鉄格子が解除、試験衆が闇に放たれたんだから。初見を止める。リーネとの約束を果たした。しかし、試験衆は今はなお危険という名の暗闇に閉ざされている。そう、ということで、暗闇からのスタートでね、とりあえず、このボタンすれば、周りが見られるよね。こっち行けないから、あ、こっちの方ですかね。多分引き返せばいいのかな。スプーンのとこまで行っちゃうか。ウィンの足の現在に戻ってきたらスプーンを目指せ。ケインさんに言われて来てみたが、トイレ戻る。とりあえず戻れるよね、ここまで。なんとか戻ってくることができたな。いいタイミングで髪が流れてきて助かった。この暗闇の中、ケインさんを脱出するわけだが、まずはケインさんを見つけないとな。あのリアクションいいよな。いたぞ、 C74 号だ、確保する。どうやら闇の中にはハンターが潜んでる。あのケインさんは無事なんだろうか。さあ、ということで、今度こそ本物の闇だな、こいつは。死者の世界はそれを払うことができる。うまく利用してケインを探すとしようか。さあ、ということで、ベッド。とりあえずこっち行けるよね。写真立ては開く必要あるか。なんだこの赤い光は。なんだなんだ。ああ、その光ね。どうやらハンター氏の目が光ってるようだ。あれを目安にして動けばいいのかな。で、ジョーズさんいるね、あそこに。めっちゃ丸まっとるな。脱出簡単には基礎もないな。とりあえず、ジョーズさんどこまで行けるよな。OK。いや、来てくれたかい。どうしようかと思っていたよ。さっきのトイレのベル鳴らしたのはあんたか。そうだ。まだナプキンが余っていたからな。おかげでここへ来られたが、一体どうして。君と一緒に行動して、死者の力を見せてもらった。便利な力だが、そうじゃないところもある。もし内戦が壊れたら、君はあのエリアに閉じ込められる。あの時そう思った。だからとっさにルートを考えたのさ。ウィンナー君のスプーンとナプキンを使ったルートをな。さすがリゼのケインさんだな。褒め言葉なら口にした方がいいと思うぞ。さて、それでは作戦会議といこうか。脱出作戦でおいっか。いいよ、面白そうだ。さあ、脱出作戦盛り上がってきましたね。確認しておこう。この脱出の鍵は闇だ。地下の電源装置が復旧したら脱出の可能性はゼロになる。闇に紛れて移動か。私ならできそうな気がするが。俺の目では無理な。道案内は君に頼むぞ。私が？君が安全な場所を確保したら俺にサインをくれ。それはいいんだが、どうやって。死者には声がない。あなたとしても音は出られない。ああ、それについては俺に考えがある。とにかくまずはやってみようじゃないか。いいね、刑事以上に大雑把な刑事さんだな。もし奴らに見つかったら問答無用で撃ってくるだろうが。まあ、死んだらまたやり直せばいい。そうだろ。死ぬのはあんたなんだが。もう大丈夫だ。ドラゴンボールがあるみたいな感じですよね。さあ、警備体制。君が知ってるかどうか、ここは特殊な刑務所なんだ。凶悪犯もいないしな、この俺以外は。特別な場所だ、とは聞いてる。そんなわけで、非常事態の対応にはとても弱いんだな。警備の監視も腰が引けたのは4人がいいところだろう。闇の中にはハンターが潜んでるようだが、
それが監視だ。レイン中は暗視ゴーグルをつけている。暗視ゴーグル。暗いところでも目が見える、とても便利なメガネよ。奴らの視界に入ったらおしまいだ。ハンターの視界をかいくぐるわけか。くれぐれも安全な場所に俺を導いてくれよ。とのことですね。さてと、君が俺によこすサインのことだが。ああ、そうだった。一体どうすれば。俺はさっき一度死んだ。そのせいかもしれないが、というか。ていうか、監視すげえ位置にいるな、今。君の死者の力を感じることができるみたいだ。なんだって？例えば、今君はベッドにいるだろ。驚いたな。霊感が強いってやつか。霊感というより、剣士の感だろうな。違うと思うが。もうどちらかというと霊感じゃないかな。まあ、細かいことはいい。ここに R があるな。何ですか、ここに R があるなって。ああ、いつの間に。これは R では。こいつをサインとして使うとしようか。どういう理論なんだ。どういうことだ。R を押したら俺はそれを感じる。そうしたら俺は君のいるところまで移動するんだ。つまり例えば。君があのスプーンに移動して R を押せば俺はスプーンに向かって走る。簡単な話だろ。よし、いいだろう。脱出作戦始めようか。安全な場所に頼むぞ、セル君。頑張りますか。この赤い点は、そいつは監視たちの暗視ゴーグルの光だ。これで監視の位置がわかるというか、よく見れば点の動きで監視の動きもイメージできる。闇の中にうごめく情報を見逃すなよ。とりあえずね、後ろ向いたタイミングでいいのかな。とりあえずはね、まあ移動しちゃっていいと思うんで、プロテクター。そうだな。とりあえずこの辺まで行っちゃっていいかな。まあ、後ろタイミングかな。後ろ見たタイミング。今だ。なあ。いたぞ。思ったより早かったな。監視の視界に入ったら終わり。赤い光の動きが重要だな。あたりをよく見回して、まずは敵の状況をつかむとしよう。とりあえずまずはお隣の独房あたり見せたらどうかな。暗闇の中を急ぐのはまずい。じっくり攻めようじゃないか。しっかりね、R 感じ取ったんだかな。ああ、ジョドさん。なんかゲームオーバー扱いじゃないんだね。ただ。リスタートが早い。ね、この辺にしとく？あ、でも本当にこの位置でとどまっちゃうね。ってなるとどうなんだ？やっぱ一気に行くべきなのかな？向いてんじゃん、もうこっち。それじゃあダメじゃん。新風亭翔太です、ですね、これは。ってなると、まあ左向いた本当に瞬間ぐらいで。やる？R をしっかり感じてくれよ、ジョドさん。今だー！行けだー！割とパワープレイだな。結構いきなり力技だけど。これはプロテクター狙いかな。警備員さんの
監視たち動き出した。参ったな。彼らの動きは簡易点の動きでつかめるだろう。もう分かってるとは思うが念のため。あたりを見回すには十字キーで動かせばいいからな。そうだなぁ。まあ、ベルあたりですかね。で、バルブがあって、パネルユニットがある。どうしよっかな。多分この2つは使うんだろうなって思うけど、とりあえず鳴らしてみるか。なんだこの穴は。こっちは？そこ開くのか。なあ事故が起こっている。で、待てよ待てよ。明日調べよう。え、すごくね？いけたんだけどすげえ。で、これは？まさかこんなとこまで来るとは思ってなかったろ思ってなかったっすね。すごいっすね。確かに少し驚いたな。とにかくここは安全だ。あと一息だな。ため息をつくな。一息なんだから。このままこっそり進むもよし、一気に走り抜けるもよし。ルートは君に任せるとしようか。もしでは、この丸まってるポーズいいよな。あ、でもこれさ、閉じといた方がよくない？で、なんか行ける場所ないかな。こっちのパネルユニットもある。ちょっと周り見たいかな。とりあえずこの辺大丈夫そうだね。そんなら開いちゃうかって思ったけど、両方とも開いちゃうのかこれ。そんなら閉じとくか。あ、こっちに2人いるのか今。そういうことね。ってなると、ちょっともう一回下に行ってもらえますか。ここはえいまあ、やや申し訳ないが。ただここからどうする？パネルユニット
これどう？おお、すげえ。このまま進むと落ちる。床のパネル戻してくれるか。これね、戻しちゃえばいいのか。こっちにいるね。ただどうも居心地がすこぶる悪いぞ。ここはそうだろうな。緩和してた人よりさらに腰が引けてる。そう思ったら早いとこ安全な場所を頼むよ。さすがにこれで監視の目を盗む自信がないからな。かなり危険な位置ではあるよな。ただその位置アウトなんだもん。ここまで来ればあと一息なんだが。そうだな、こっそり行くもよし、正面から走り抜けるもよし。俺は意外にいろんなところに行くからだろうよ。確かにね、いろんなとこ行きそうだよね。とりあえずこっからの移動手段で考えると、この警備員さんのプロテクターに移っといて何か探った方がいいですよね。じゃないとね、こっから左に行けないよね。何をするか一回探るか。とりあえず内線電話までは行けた。ここもパネルユニットがあるな。ドラムもある。下で移動してくれる？あ、転がってる。すごいかまぼこみたいな形になってる。ジョーさん、森と思わぬ移動の形をしてくれたな、ジョーさん。ドラムで、そっち向いてくれてる。これでいいんじゃない？オッケーオッケーオッケー。これでまあさすがにあの位置だったら結構戻ってくるまで時間使うはずだから、このチャンスはものにしたいな。これいけない？何とかして。OK。で、パネル戻して。これどう？よし、これどうだ？やったな、エスル君。ここまで来れば成功だな。よーし、いけましたね。地下電源装置復旧、各エリアに供給開始。おー、危なかったな。なんとか間に合ったみたいだ。よかったよかった。さて、これからどうするかだが。行くところもないし、自分のどこに帰ろうかな。
中を行っては困る。でもな、俺は今でも現役の試験衆なわけだよ。どこ行っても喜ばれないと思うんだがな。リーネ検事に連絡を取ってみてはどうだろうか。今は法務大臣という男のところにいるはずだ。試験衆が法務大臣に脱獄を報告か。それも悪くないかもしれないな。とりあえずここは君の顔を立って逃げておくとするよ。そうしてもらえるとありがたい。それではまた後で会おう、スル君。こうして私は試験衆の命を救い逃がすことに成功した。本当に良かったんだろうか。私としてはリンネ検事を信用するしかないだろう。ジョード検事は独房で私の絵を描いていた。彼はこの私を知ってる。いずれもう一度話を聞くことになるだろう。さあ、ということで我々は内線電話だよね。おそらく移動手段は監視室。再会の時は思ったよりも早くやってきた。監視室に戻ってきた私を待ち受けていたのは次なる運命のコールだった。おお、てんてこの前をしておりますね。セル君、今そこにいるか。はい、そちらどなたっすか。ああ、いや、君と話してるわけじゃないんだ監視君。とにかくそこにいたら今すぐ顔を出してくれ。あえて電話してきてくれてるんだろうな。それじゃあ待ってる。もし間に合ったらな。あ、ちょっともうこっちに移動してくるんだっていうことだよな、これは。つまりよし、行きますか。内線で、なんかめちゃめちゃ移動できる場所増えましたよね、こうやって見ると。行きましょう。電話線のその先、そこに私が見た光景はシンプルな事実を物語っていた。おー、シンプルすぎんか、ちょっと私たちの脱出は失敗に終わったというシンプルな事実を。まさかこんなところで会うとはな、カブナラ警部。そいつはこっちのセリフだろ、相棒よ。お前さん、こんなところで何をしてた。そいつもこっちのセリフだろ、誰がどう考えても。君を弔いに来たんだよ。時間は聞いていたからね。処刑室には入れない、だからここで黙祷していた。で、涙で曇った目をそっと開けたら君がいたわけ。まあ、なんというか、すべては成り行きだな。楽しそうなゲームに乗ったらこうなった。僕としてはね、心からこう思うよ、相棒。ここにいたのが僕じゃなければどんなにラブリーだったかって。僕が見つけたからには逃がすわけにはいかないからさ。相変わらず、そのコートは真っ白ってわけかい。よう来てくれたかい。挨拶しておきたくてね。ご覧の通り、どうも力になれそうもないな。これからあんたはどうなる。今夜は処刑以外の予定は入っていないよ。処刑ね、私にとっては死など何の意味もない。いずれまた会うことになるかもしれないな。ところで私は今探してるものがある。ああ、そうだったな、なくした記憶だったか。あんたは情報持ってる、聞かせてくれないだろうか。今夜の楽しいゲームのお礼にってわけかい。さあ、ということで3つあるね。セルさんのこと、私は見た。今夜あんたが独房で描いていた絵、あれは私だった。つまりあんたは私のことを知ってるはずなんだ。本当に悪いとは思うが、今の俺は君に話すことはできない。なぜだ、なぜなら俺は君の本当の顔を知らないからだ。本当の顔だと。本当の顔。俺は刑事だ。自分の知らないことは語れない。ただ一つ手がかりをやれるかもしれない。手がかり。もう随分前リンネに預けたものがある。オルゴールなんだかね、オルゴール。もしそいつを見かけたら開けてみるといい。何か思い出すかもしれない。
リンネの部屋で見つけたあの木の箱だ。俺が今君にやれる手がかりはそんなもんだな。さあカバーネラさんのこと、あんたに銃を向けている男、親友だったとか。刑事課にいた頃な、昔の話だ。今や特別捜査班の班長さん、エリート中のエリートだ。今のあいつはトップに立つことだけを考えてる。その決意のシンボルがあの真っ白なコートだ。真っ白なコート？トップを目指す者にとって最も怖いのは何か。それは汚点、コートについたシミみたいなもんだ。シミだらけのコートを着た男、君だって選ばないだろ。私ならシミの目立たない黒いコートを選ぶだろうな。優秀な奴がひしめく世界だ。一つのミスが命取りになる。しかし誰だってミスをすることあるだろう。それでもあいつは真っ白なコートを着る道を選んだ。コートの影は決して見せない。そのためならば何でもする。親友の犬するも処刑台に差し出すと約款。そいつは正しいことだからな。何しろ俺は死刑囚だ。だからこうして俺に銃を向けてるわけだな。さあ処刑、あんたの処刑本当に正しいことなのか。公正な裁判で決まったことは問題なしってやつだな。そうなのか。こいつはな、俺が受けるべき罰なんだよ。あの事件を永久に終わらせるために。リンネ刑事はあんたは無実だと信じて今も走り回ってる。その彼女に残すことは問題なしでいいのか。俺は妻アルマの殺害犯人として死刑判決を下された。しかし俺にとってはそれだけじゃないんだ。どういうことだ、それだけじゃない。あの事件より前の話だ。俺はこの手でもう一人命を奪ってるんだ。もう一人、なんだって。さあもう一つの殺人、もう10年も前のことだ。俺にとって忘れないが、あの日俺は一人の少女の命を救って、そして一人の男の命を奪った。この手な。10年前、一人の少女を救った。もしかしてその少女とはリンネのことだろうか。そいつを聞いたのか、リンネから。なあ、聞かせてもらった。あんたはヒーローだそうだ。ここと繋がるんだな。10年前、ある公園で少女が人質に取られる事件があった。俺はまだ若くて自分をコントロールできなかった。あの時俺は自分自身に尋ねたんだ。ジョド、お前犯人を撃つつもりか。俺はこう答えたんだ。なあ撃ってやる。俺では少し震えていた。もし手元が狂ったら犯人は死ぬかもしれない。人質の子だって危険だ。それでも俺は答えたんだ。撃ってやるってな。犯人は死んだ。俺が命を奪ったんだ。リンネはその結末を知らない。まだ幼かったからな。俺はヒーローなんかじゃない。ふさわしいのは処刑だ。そこと繋がりを見せるんだな。さてそろそろ行かないか。手を挙げているのも疲れる。オーケー、せいぜい派手に連行させてもらうとしようか。まあそうだ、最後に一本だけ電話をかけさせてくれ。さらりととんでもない要求をするな相棒。一分だけ見ないふりをしよう。聞き耳は立ておくけどね。セル君、君は君の道を急ぐべきだろう。私の道。リンネは今法務大臣の執務室にいるんだろ。大臣さんに最後の挨拶をするのも悪くない。つなげてくれるのかな。はい、こちら異常なしですけど。ああ、キッチンチキンかな。出前を頼みたいんだがね。あのキッチンチキンならそのお隣です。じゃあ、どうやら向こうでも厄介なことが起こってるみたいだな。そのようだ。言ってやってくれセル君。待たせたな。行こうかカメラ警部。そうだそうだ、君に渡したいものがあったんだよ。渡したいもの。
それもらってくれるかな。ラブリーなプレゼントだよ。ラブリーなものなら投げるな。なんだこいつは、時計か。今の俺にとってこの世で最も必要ないもんだな。あれ、申し訳ない。プレゼントのセンスが悪くてね。お別れだな、セル君。一つだけ言っておくよ。人の記憶なんか信用するな。探し物は自分の目で探せ。覚えておこう。二人が立ち去って、ここにはもはや存在するものは何もない。夢、希望、といった類のものからコアまで。コアがなければ彼らの後を追うことはできない。私の冒険は終わった。やや気が重いが、リンネの元へ向かうとしよう。処刑を止めるために彼女が向かった場所。法務大臣氏の執務室。たった今、浄土刑事が見せてくれた道をたどって。さあ、ということで、ここまでが第9章みたいですね。次は、スムスで、って感じかな。舞台は。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。